どうも皆さん、おはこんばんにちは。はるなかんです。よろしくお願いします。皆さん、この画面見えていますかバルミューダ。皆さん、ご存知の方、ほぼほぼいるんじゃないかな、多いんじゃないかなと思います。このバルミューダね。まあ、一番多分ね、知られてるのって、このスチームトースターだと思っています。まあ、ものすごいね、パンが美味しく焼けるぜ、みたいな、あの要するに水分入れてね、加湿してあげることによって、ふっくらとできるというものになっていますけども、えー このバルミューダさんからですね、えー、今回ですね、スマホが出るという、えー、ものがニュースとして飛び込んでまいりました。えー、バルミューダの決算説明会において、えー、現寺尾社長が、えーま、発表したというところになります。えー、そうですね、新興のメーカーが、ま、スマホを作って出すっていう、ま、企画なり何なりして出すっていうのは、 結構久々な気がしています。あの、なんていうの日本国内で出すやつですね。日本国内の企業が一応やるっていうのは。まあ、例えばですね、皆さん、まあ、きまあ、これを見てくださってる方で、まあ、ガジェットが好きとか、スマホが好きっていう方で、記憶にあるものがあると思ってるんですけども、例えばですけども、このニュアンスってメーカー覚えてますかニュアンスのネオ。まあ、ネオとかリ、リローデット。 あのネオは Windows 製モバイルですけども、まあ、当時あのスマホの進行のメーカーとして出てきた、えー、スマホになります、まあ、当時としてはデザイン性も良くて背面カバーが2トンでしかもその2トンが出すしかどっちも変えられるかもしくは何だったっけななんか上下が変えられるかなんかだったと思うんですけどもうんといったね まあ革命的なものを生み出していた企業でも実はあるんですけども、このニュアンスであったりとか、まあトリニティね、まあ発売元というか企画元は。で、あと、ちょっとね、もう公式ページが消えてますけども、このね、サムライ極み、覚えてらっしゃいますでしょうか。まああのフリーテルの、もうフリーテルってマヤシステムズに買収されたんですけども、まあ このサムライシリーズであったりとかまあこういう日本国内の企業で、えー、企画あるいはまあ設計とかやっていたものがありましたで今回このバルミューダから出るスマホに関してはでバルミューダでスマホ作れるのって無理じゃねっていう話になると思うんですよねそうなんですよな,なると思うんですよあのそんな製造能力は さすがにないはずななんですねなのでどうするのかというと京、えー、セラとととタッグを組むというところになりますキョウセラ <laughs> なるほど京セラかみたいな感じにはなると思います、まあ、ここで一つ京、まあ、セラに期待を抱けるのは、えー、ここ、えー、トリニティのニュアンスであったりとかこうフリーテルの旧フリーテルのサムライシリーズであったりとかの とは根本的にまあ製造の何て言うんでしょうノウハウであったりとかまあ設計であったりとかがまあ違うという点にあると思ってますまあキョーセラが製造するしないにしてもまあ製造パ製造パートナーと言ってる以上まあまあ監修であったりまあ検最終検査であったりはキョーセラでやると思いますまあその点においてまあ品質は高いであろうと私は踏んでます、えー、なんでこんなねこ,ことをなんかこうぎょしく言うのかっていうと。 実は「サムライ」シリーズで私痛い目を見てサムライの製造が、えー、まあチャイナの企業がやってた感じでフリーテルはその企画であったりとか、まあ、最初検査をやってたっていう部類になるんです。で、まあ、フリーテルはまあ新興企業であったので、まあ、そんなに製造のノウハウっていうしに関してはあんまりないっていうところがありました。 なのでまあ結構不良品も多かったイメージがあります私も不良品に当たりました実はえサムライ極みのこの漆塗り風とかね風なんだけどこれ <laughs> 買ったんだけどまあすぐ壊れて起動しなくなってとか、まあ、そういう風になったりしてたので、まあ、そういった点においてはこの製造パートナーに京セラが入ったことはすごく評価できるというか、まあ、まともなスマホではあるんだろうなっていうところはええー いただけるかなと思います。なので製造パーートナーに共生らが入っています。なのでおそらく多分このデザイン面とかがこのバルミューダををやが担当するのかなと思います要するに機能性というか外観上の機能美であったりとかまあ OS の UI をできるのかって言われたら多分微妙だと思うんですけど UIUX デザイナーがバルミューダにいるのかがちょっと不明なんですけども。 おそらく、そのホームの作り込みであったりとか、そこら辺とかはやるのかやらないのかちょっと微妙というところがありますが、まあ、そこをね、ちょっと期待したいですけどね、バルミューダさんにはね。で、ちょっとね、残念なところは、まだ現段階では、えー、決まっていることは、ソフトバンク株式会社のみで、えー、とりあえず取り扱い、えー、というところになります。シムフリーモデルも一応、計画はしているそうなんですけども、まあ、あの一旦はソフトバンクから出す。 みたいな感じですねそうなんですよねいやなかなか本当になんかどう,どういう感じになるのかなっていうでここでもね、まあ、デザインや外観とかねそういう感じで独自のアプリもいくつか準備して使い心地がいいなっていうね感じにはなっています、まあ、独自のアプリっていうよりかは おそらくその UIUX 基本的なアプリの UIUX を向上させるようなこうアプリデザインにしてほしいですね例えばカメラであったりとかそうですねあとは設定が設定画面ってねそんなにまあでも共通にした方がいいんだけどカメラであったりとかメモ帳まあメモ帳も Google キープとか使うけど まあそういったところに、ね、手を入れてもらえればなと思います。まあ、基本的にそのス,マホのスマホにプリインストールされているアプリの面をどうにかこういい感じにしてほしいなと思いますで。価格帯とかについてはなんかまだ言及はされてないんですけども,もうおそらく多分10万を普通に超えてくるんじゃないかなと思います。バルミューダの性質上ですけども おそらくそれぐらいのスマホになってくるかなと思いますまあ、そうであるならばせめてあのスナップドラゴンの888ぐらいはせめて搭載してほしいなと思うんですけど無理だろうなと思いますあのおそらく多分ミドルレンジかアッパーで来るんじゃないかなと思いますっていうところですねで家電連携は、まあ、組み込む予定はそんなにないということですねうん というところでですね、非常に期待が持てるこのバルミュードさんの、えー、スマホを作るぜ宣言。なかなかねぼちょっと不安ちゃ不安なんですけどもねあの先ほど言ったトリニティのニュアンスであったりとかニュアンスネオであったりとかあとフリーテル旧フリーテルさんのサムライ極みであったりとか、まあ、そういったところにね、非常に、えーまあ、そういったところからの経験からも 非常にちょっと不安ではありますけども、楽しみに待ちたいと思います。でも早く出してね、みたいな。2021年11月以降に発売されるらしいので、要チェックですね。まあ、期待しましょう。ということで今回はバルミューダさんが相撲事業を参入するぜというお話でした。また次回の動画でお会いしましょう。春菜館長でした。バイバイ。